メルマガご愛読の皆さん、今週メルマガに書いた傘が中に入っている杖の動画です。私昔バトン部だったもんですから、こういうの大体回すんですけど、この中に実は傘が入っています。どういう機構になっているかというと、よく見るとこれね、アルミパイプなんですが、スリットが細く切ってあるんですよ。で、この持ち手のところを前にスライドさすと、ゴムキャップを外した上で前にスライドさすと、傘が出てくるんですね。よっというふうに、はい、傘がさせます。はい。畳むときはどうするのかというと、同じ作業です。はい。で、まあこれこうやって、キューポン、そうすると持ち歩いてても周りの人のズボン濡らしたりしてトラブルにならないと、はい、いうことで、どっかに買えりゃね、まあ買いたいんだけどもう売ってないらしいです。誰か見つけたら教えてください。